久本雄一、久本雄一、久本雄一、1979年3月14日帯は、大阪府大東市出身の元プロ野球選手、投手。大学時代は2試合当番したのみで、当番機会に恵まれなかったが、2001年の第72回都市対抗野球大会で、河合楽器が初優勝を果たした際、若地師匠を受賞する働きを見せ一躍注目される。 同年の野球部キューブに伴い、特例措置で同僚の山井大輔と共にドラフト4巡目、指名で中日に入団。和足戦力の期待を受けながら、わずか5試合の当板に留まった。2、変化球のキレが増して、急成長し、51試合に当板して、防御率3.22の好成績を残した。リードされた場面での当板が多かったが、イニング数を上回る。 脱三振を記録した。38試合に登板して、防御率3点台とまずまずの成績を残したが、シーズン前半は安定感を欠いた。不調で二軍暮らしが長く、防御率6点台と低迷した。同年オフに入団した吉見和樹が背番号19をつけることになり、61に変更となった。不調の高橋里志文に変わる。 左の中継ぎとして活躍し、27試合に投げて、防御率1点台の高騰を見せた。5月には3年ぶりのセーブも記録した。ルーキーヤーの2002年から2005年まで、毎年1勝しか上げることができなかったが、2006年は2勝、2敗、1S を記録した。主に中継ぎとして起用され、36試合に登板。 夏場には13試合連続無失点も記録し、チームでは左の中継ぎの一番手としての地位を築いた。日本シリーズでも登板した。シーズン終了後には小林正と吉見和樹らと共にドミニカのウィンターリーグに派遣され、日本一パレードには参加しなかったが、新旧、チェンジアップを習得した。は、サワン2により、プロイリアと初の一軍登板なしに終わった。 一旦は回復したものの、2009年の春季キャンプ中に再び左肘を痛め、4月13日に人体を移植する手術を行う。リハビリのため、1軍、2軍ともに当番はなかった。から2軍で実戦に復帰、6月4日に1軍に昇格するが6試合当番で終わり、防御率も7点台と不安定な成績だった。はシーズン終盤から、 ロングリリーフとして活躍10試合に登板した。は5試合の登板にとどまり10月に戦力外通告を受けた。2012年11月9日に広島東洋カープが久本の獲得を発表した。久本は入団記者会見で妻が広島県の出身であることや中日時代の一軍監督だった落合博光が カープは強くなると語っていたとを入団の理由に挙げた。自身初となる開幕カード2 0目での先発登板を経験。4回を無失点に抑えた。その後4月26日の中日ドラゴンズ戦に先発。5回を137球の球数ながら1失点に抑え、2年ぶりの勝利となる遺跡後初勝利を古巣から挙げた。同年は十三試合に登板し、 八試合で先発を任された。3勝4敗1セーブの成績を残した。3月28日開幕1軍入りを果たすも、4月6日に登録抹消。6月12日に再び1軍昇格したが、6月29日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で緊急降板。翌日、左肘尺足子根屈筋騎部損傷と診断された。 10月28日に球団から支配下選手契約の解除を通告されたが、11月13日に育成選手として再契約。背番号も120へ変更した。なお、11月には左ヒーちの人体再建手術を受けている。育成選手として左ヒーちのリハビリに専念。11月12日に支配下登録選手へ復帰すると、共に、 背番号を65へ戻した。一軍公式戦一試合に登板しただけで、10月3日に戦力外通告を受けた。通告の直後に、中日から打撃投手としての復帰を打診されたが、NPB た球団での現役続行を希望していたため、11月12日には12球団、合同トライアウト、阪神甲子園球場に参加。 シートバッティング形式で対戦した打者3人をすべて凡退させるとともに2つの三振を奪った。しかし、広島以外の球団から現役投手としてのオファーを受けるまでに至らなかったため現役を引退した。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ、前述した経緯から2016年11月24日に打撃投手として 中日球団と契約した。ただし本人は現役復帰への道を諦めていないと語っている。時速140キロメートル台のストレートとカットボール、スライダーフォーク、カーブ、チェンジアップを投げる。特にスライダーとカットボールの精度は投球の生命線に上げている。中日に入団後のプロ2年目のオフシーズンから毎年静岡県内で自主トレーニングを行っており、 広島移籍後は、菊池涼介、戸田隆也、磯村義田から、中日打撃投手就任後はさらに、平田涼介ら後輩たちを引き連れて行っている。現役引退と、中日打撃投手への転身を決めた背景には、前述したトライアウトの2日後に、中日のゼネラルマネージャー、GM を務めていた、落合博光から復帰を、改めて打診されたことが挙げられる。 久本によれば、落合からは、広島、中日以外の球団から獲得のオファーがなかったら、中日に帰ってこい。お前だから、打診しているのだぞと言われたという。実際には、打撃投手としての復帰が決まった後に、落合は中日を退団。久本自身は、現役時代と同じ意識で、打撃投手であっても、中日の現役選手に、打撃練習で打たせようとは思わな。 今の中日の二軍育成選手には俺の球を打てなければ一軍でやれないよと感じてもらいたいとの抱負を述べている。また、広島と比較してベンチなどチーム内の雰囲気が暗いことにも苦言を呈しておりチームを何とか明るくしていきたいと語っている。楽しくご覧になりましたら高読と良いです。クリックしてください。